埼玉県比企郡小川町、江戸から川越を抜けて秩父に向かう街道が町を抜けている。古くからの商業の町。歴史ある町には史跡や王子の風情をとどめる町並みがあり、武蔵の小京都とも呼ばれる。小川町といえば小川和紙。その起源は1300年前に遡ると言われ、楮だけを使った細川紙は国の重要無形文化財に指定されている。また小川町は埼玉が誇る2つのチェーン店発祥の地。プチプラ大手衣料品ストア、ファッションセンター島村の発祥の地でもあり、島村呉服店があったが現存しない。もう一つはスーパーヤオコーの発祥地。元は明治23年に創業したヤオコー商店から始まった。当地を訪れるのは2度目だが、こちら駅前の三代目清水屋のおからドーナツはおすすめだ。小川町駅から周囲を歩くと古い商店がたくさんあり、昭和レトロが好きならワクワクする街並みだ。ランドマーク的な建物も複数存在する。名物料理中七飯が有名な割烹旅館双葉。本館は1933年昭和8年築で、木造2階建てのすき家造り、登録有形文化財。続いて女郎うなぎの文字が気になるこちら割烹旅館福助。吉原遊女の面倒を見たことから、遊女の生家に伝わる秘伝のタレを伝授され、女郎うなぎとして名物になったという。現在の建物は明治年間に建てられた木造3階建て。酒造りの町としても知られ、文政2年創業の武蔵鶴屋、明治35年創業の清雲酒造などがあり、風情ある小川町をより魅力的な町並みにしている。特に古びたレンガの煙突が町並みにピリリとスパイスを与えている。
さて、この左手に見えてきた長屋、登録有形文化財田中家長屋。明治時代の建物で、元は6軒長屋で、うち5軒分が残っている。道の形に合わせて屈曲した平面を持っているのがわかる。最後は駅から少し離れたところにある旧小川小学校下里分校。明治7年に開校し、2011年に廃校。こじんまりした木造校舎は保存され、イベントや撮影などに利用されている。からの眺めがまた素晴らしい。校庭にある桜と向こうに見える田畑、そして里山、牧歌的で落ち着きますよね。古く風情のある町並みと日本古来の里山風景。小川町ってこんな奥深い魅力のある町です。